下諏訪温泉は、長野県諏訪郡下諏訪町にある温泉である。諏訪大社の下社の周りや諏訪ここ半に、約20軒の旅館が存在する。下諏訪塾という宿場町だったことから、かつての本陣などの建物や古い外観の旅館などが、町並みを形成している。本陣岩波家からの町並共同浴場は10軒、存在する。浴場名は、以下の通りである。 共同浴場丹画の湯の源泉は、鎌倉時代に寺湯として使われた歴史があることから、平家湯はそれ以前と考えられる。古くは、全国の武士の存失を受ける諏訪大社の門前町として、また交通の要所地として栄えた。江戸時代は五街道が整備され、中仙道と甲州街道の交点の宿場町として、栄え、温泉のある宿場町として、旅人の疲れを癒した。 明治維新後は、製紙産業がこの地で没興し、中山道を通じて、上田や作方面、関東方面へ、キートが出荷され、養生地として繁栄した。旧宿場町においては、運送用の馬の足を癒やした馬の足湯などがあったと、言われ、湯量の豊富さが伺える。1901年、中央本線の開通により交通の主役を譲り渡し、 宿場町はその役割を終えた。しかし、現在では、門前町と旧宿場町を合わせ持つ古い温泉町という条件が揃っていることから、戦後のレジャーブームを挟んで観光地として注目を浴び、特にお柱祭りの行われる都市は多数の観光客が訪れている。ありがとうございます。